はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画でーす。今回は、オリオンビールの生ビールですね。夏一番、これ飲みたかったんだよ。朝日、オリオンビール、夏季限定、醸造、夏季。夏季って夏季って読むんだっけ。麦芽 100% かけるアロマホップ 100%。で、アルコール度数 5.5% でーす。原材料が麦芽とホップ。うん。これちょっとアルコール度数がね、高いんですよね。で、麦芽 100% になっているというオリオンビール。夏一番。これをね、飲まねえとね、やっぱりね、夏は終われねえっすよ。やっぱね、期間限定、夏限定でね、あのね、うめえ。で、毎回ね、夏に出るんですよ、これが。この夏一番。これが美味しいぞ多分。値段が200円くらいだったかな。それでは皆さん、ご唱和ください。乾杯。ああうまい。うん。うん。あんまり苦くないですね。うん。そんなに苦くない。むしろちょっと、苦味を抑えてますね。これね。うん。麦芽の、美味しさ。香り、みたいなのも、ぶわーっと出ます。で、若干アルコール度数が高いので、若干、アルコール感が強めなんで、ちょっとアルコール臭がするような気がするぐらいの、ギリギリを攻めてる。これ 6% とかだと、アルコール度数 1% 上、6% とかになると、またアルコール臭がね、結構ひどくなってくるんで。まあ、5.5% ぐらいがね、でも、個人的にはまあ 5% が妥当なんですけどね。このアルコール臭があんまり好きじゃないんで。うん。なんか麦の甘さすら感じるっていうね。麦の何か甘いような。いや、麦本来の甘さみたいなのを感じる。ちょっと風味がスーパードライに似てるような気はする。ただ、スーパードライの方が多分苦い。です。こっちの方がちょっと甘いですね。うん。まあ、やっぱオリオンビールはね、夏一番。うん。ドラフト、オリオンドラフトってやつもうまいんですけどね。まあ、次にちょっと飲みますか。オリオンドラフト。うまいんだよな。うん。これ美味しいですね。沖縄の夏を彩る、この時期だけしか味わえない特別感を感じさせる、上質な味わいの夏季限定ビール。晴れやかな沖縄の夏を夜空に、夏の夜空に、夏の風物詩でもある、花火が鮮やかに咲いている様子を表現し、爽やかなイメージを出すために、上部と下部のデザインに変化を持たせました。あ、そう。缶のデザインなんてどうでもいいんだよ。夏一番の特徴である麦芽 100% の旨味とアロマホップ 100% の爽やかな香りを、醸造工程やろ過過程に、最適化により実現。やっぱり夏はね、
これを飲まねえとね。まあちょっと無理かもしんないけど、あれですよね。夏一番と、あと春の、なんだっけ、春限定の一番桜か。と、オリオンドラフト。この三つをね、飲み比べみたいなのしたいですね。うん。具体的にどう違うのかっていうの、結構季節に、違うんで、ちょっとそれは、無理かもわかんないですけど。同時期に売ってないですからね。まあでも、賞味期限的に考えれば、賞味期限2019年の2月。ということを考えると、ギリギリぐらいに買って、ギリギリ、残しとけばね。ギリギリぐらいに買って、取っといて、みたいな。うん。夏の終わりぐらいに買っといて、で、それをどっかで保存しといて、っていう感じですかね。この一番シリーズは本当に美味しいですからね。うん。うん、美味しい。やっぱ安定した美味しさがあるね。コク。うん。甘み。香り。香りは、まあ強いでしょうね。まあこれは普通に美味しい。美味しいです。ね、美味しいので、皆さんも夏限定なので飲んでみよう。3344です。ご視聴ありがとうございました。